様、お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は、渓谷女性の 80% が渓谷を離れたい、をお送りいたします。ためになったと思った人は、チャンネル登録していただけると幸せです。渓谷のネット上で、渓谷女性たちが自国に不満を持っていることが話題となっていました。渓谷女性政策研究院の調査によると、渓谷の女性たちは、憂鬱、怒りなどの鬱憤指数が男性に比べてより高く、10人中、なんと、8人の女性が、渓谷を離れたいと考えていることが分かったそうです。現在、渓谷で暮らしている女性たちの一番の悩みは、何なのでしょうか？性別の公正性と安全の脅威と言いますが、成人男女5000人を調査した結果によると、憂鬱、怒り、悔しさ、不当さに対する感情経験を表す鬱憤尺度は4点満点で 2.64 点だったと言います。そのうち、女性の鬱憤指数は 2.73 点、男性は 2.56 点で、女性が男性より相対的に鬱憤指数が高かったそうです。男女間格差が最も大きい項目は犯罪被害に対する不安だったといい、若者の女性たちは犯罪被害不安指標が 2.66 点だったのに対し、若者男性は 1.74 点にとどまり、大きな格差を見せました。国の不公正さについて感じる度合いも、女性は男性より高かったそうです。渓谷社会が不公正なのかという質問に対して、女性は 86.1%、男性は 78.4% が不公平だと答えました。所得や賃金格差で性別による格差が不当だと認識する比率は女性が 80% 以上を占めたと言いますが、その結果、渓谷を離れたいという質問に対して青年女性の 80% 近くが離れたいと答えたそうです。もともと、渓谷は、儒教の影響で男尊女卑の社会だったこともあり、世界から見れば、未だに男性至上主義国であります。政治家のセクハラ問題が次々と発覚したり、日常で当たり前のように行われている行為であるそうです。もともと、1980年代あたりまで、渓谷の女性は、結婚とともに家庭に入るのが当たり前でありました。なぜなら、そのまま社会にいると、セクハラされ放題だということを、夫である男性が、よくわかっているからだそうです。80年代までは、タバコを吸う女性は、両家の女性ではなく、夫に離婚を切り出されても、仕方がない存在であり、それだけ、女性の地位は低かったそうです。近年、渓谷では、フェミニズムが進み、MeToo 運動が盛んで、性暴力は絶対に許さないという女性たちが我慢することなく堂々と自分たちの意思を口にしているといったイメージもありますが、まだまだ女性が暮らしやすい環境ではないのでしょうね。しかし、男尊女卑については日本も問題はあります。2019年に世界経済フォーラムが発表した世界各国の男女平等の度合いにおいて、調査対象153カ国のうち、日本は121位でありました。これは、106位の中国、108位の渓谷よりも低い順位となっています。この指数は、経済、教育、健康、政治の4分野14項目で算出しています。各項目で男女比率などを分析して点数化し、その平均値で、国別の総合順位を出しているみたいです。残念ながら、世界から見れば、日本も男女格差がある国といった認識なんでしょうね。それでは、次に、女性が、渓谷から出ていきたいといった問題について、渓谷ネットユーザーから、様々な声が上がっていましたので、一部紹介いたします。渓谷の女は、軍隊に行かないので、家で暮らすのが一番良いというのがわからないのです。家を離れると、食らうというのもわからないのだ。
20から30年前に比べて女性対象の犯罪率も急減し、現在渓谷が治安がいいことで最上位国に属することを知らないみたいだね。そんなに騒ぐ欧州や米国に行ってひどいことをされ、金と携帯とパスポート奪われてこそ目を覚ますのだろう。観光地ではなくフィールドで働いて暮らしてみなければならない。金持ちが払う税金と男が国防の義務で守ってくれるから幸せに暮らせていることを分かっていない。渓谷なら若い女が住むには天国である。一体我が国が安全でなければどこが安全だというのか。全世界で治安率は圧倒的1位なのに、各国がどれくらい平和であるかを表す指標とされる2020年の世界平和度指数ランキングでは渓谷は48位でした。ちなみに日本は9位となります。ベスト5は1位アイスランド、2位ニュージーランド、3位ポルトガル、4位オーストリア、5位デンマークとなり、中国は104位、アメリカは121位となっています。海外に出ても、同胞だからといって投票権を与え、国内に入ってくれば健康保険の恩恵。市長もセクハラをするので、女性の不安感が一役買ったんだよ。そのままみんな消えてくれ。その代わり、一度離れたら二度と入ってこようと思うな。笑えるのは安全だという日本には行かないということ。渓谷のように男を奴隷にできないということをみんな知っているからだ。どうか今すぐ離れてくれ。口だけではなく実際に離れて、お前らが占めている最高の職場を全て差し出せ。20から40代の女たちの 80% が渓谷を離れてこそ、渓谷は右派が勝利し発展する先進国になるのではないか。おそらくネットユーザーはほとんど男性だと思われるので厳しい意見が多かったです。渓谷統計庁は2月24日2020年に生まれた子供の数が前年に比べ10% 減の27万2400人で過去最少となったと発表していました。一人の女性が生涯に産む子供の推定数である合計特殊出生率も 0.84 となり過去最低を更新したそうです。死亡者数は30万5100人と出生数を上回り、統計開始以来初の人口減となったと報道されています。渓谷の合計特殊出生率は世界でも最も低い水準だそうです。2018年基準、経済協力開発機構 OECD に加盟した37カ国のうち、渓谷は 0.98 で唯一0人台となりました。ちなみに OECD 加盟国の平均は 1.63 人で、日本は2019年で 1.36 人であります。これに対して統計庁のキム・スヨン人口動向課長は、昨年は新型コロナで婚姻が大幅に減少したため出生数がもう少し減少する余地があり、高齢化で死亡数は増え続けると予想されるため自然減少はより急激に進むだろうと予想しています。渓谷政府は2年前に人口政策対応タスクフォースを立ち上げ、人口減少に対応する長期対策をまとめると公言していましたが、これといった成果は見られないのが現状でしょうね。ちなみに渓谷の昨年の結婚件数は21万3513件で、こちらも前年比 10.7% 減少しています。1年で出生率が 10% 減は本当に恐ろしいです。それに加え、女性の 80% が国から出ていきたい。お隣としては深刻な問題でしょうね。しかし、出生率に関しては、日本も今後同じような形になることも十分に考えられます。少子化は高齢化を繰り上げ、年金、医療費など福祉支出の急増につながり、生産年齢人口の減少により、
経済成長や財政収入が低下する可能性が考えられます。現役世代の負担が大きすぎるのは、なんとか政策を練っていかなければいけない問題ですね。いかがだったでしょうか？よければ、コメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。